こんにちは。私たちのハンデは、海洋ごみ回収装置による意識改革の提案をさせていただきます。メンバーは、坂本研究室の福森敦也、山本太平、山本隆生、渡辺哲也です。発表は、渡辺哲也が務めさせていただきます。まずはじめに背景について話させていただきます。現在、世界では海洋ごみが問題となっています。この問題を解決するためには、一人一人のごみに対する意識改革が必要だと思います。そこで私たちの研究室では、海洋ごみ回収装置を小さい子どもたちに操作してもらうことで、小さいうちからゴミに対する意識を持ってもらおうというものです。ここで実際考えている案がどのような案なのかを説明します。装置を実際に沈めます。装置はゴミを貯めるタンク、ゴミを拾うためのアーム、撮影するためのカメラ、通信機器を取り付けます。そして地上で操作してもらいます。魚やウミガメなどに当たらないように気をつけながら、ゴミの近くに装置を移動させ、アームを操作し、ゴミを回収します。このロボットに搭載したカメラの映像を VR に、VR ゴーグルに映し出し、子どもたちに見てもらいます。コントローラーにより掃除ロボットを操作することができるようにします。そうすることでゲーム性を持たせ、楽しくゴミを回収することができます。また、海のゴミがどれほどあるかを伝えることができると考えています。次にゲーム性をどのように持たせるかについて説明します。子どもにゲームを楽しんでもらう工夫として、ゴミの大きさや種類によって点数を変え、合計点数をランキング形式にすることで競い合えるといった工夫が考えられます。以上で発表を終わらせていただきます。ありがとうございました。